皆さんこんにちは。 Do it yourself 自分で作ろうへようこそ。このビデオでは皆さんにジャガイモを使ったスタンプの作り方をご紹介します。皆さんのたくさんの人は小学校などで作ったことがあると思うのでご存知だと思います。ただそれでもクリスマス用のスタンプを今回はご紹介したいと思います。必要な材料はスタンプ2つにジャガイモ1つ、ナイフ、鉛筆、あとは絵の具です。皆さんのお好きな色を使ってください。今回はアクリル絵の具ですが水彩絵の具でも作ることができます。まずはナイフでジャガイモを2つに切ります。もちろんジャガイモは調理していないものを使ってください。これで2つスタンプを作ることができます。このようにしてスタンプを押していきます。それでは鉛筆を使ってジャガイモの内側に下書きをしていきます。必要のないところは後でナイフを使って切り取っていきます。まずは一つ目のスタンプには星を描きたいと思います。鉛筆で描く代わりに星をインターネットなどで印刷してからジャガイモの内側の上に置いても作ることができます。少し見づらいですが星ができました。もう少し濃いめに描いておきます。それではナイフを使って、それではジャガイモの横にだいたい 0.5 センチほど切り込みを入れます。あるいはジャガイモの内側の今描いた鉛筆の線になぞってこのように切り込みを入れていきます。この時手などを切らないようにゆっくり慎重に切っていってください。それでは横に切り込みを入れていって余分なところを取っていきます。星の外側のいらないところすべてをこのようにして取り除いていってください。これで星が完成です。それほど難しくありません。完璧な星の形はできませんでしたが、これで満足です。それでは2つ目のスタンプを作っていきます。まずは右と左のところにまっすぐ切り込みを入れて、横からもナイフで切り込みを入れます。これで真ん中だけが残りました。同じように向きを変えて横を取り除いてください。そうすると四角形が一つできます。それでは
それぞれの幅を均等に縦にナイフで線を入れていってください。それでは2つに1つのところをナイフを使って上手に取り除いていってください。このように1つ溝ができます。それでは1つ飛ばして同じように斜めにナイフを入れておくと取り除きやすくなります。それではこちらが最後です。曲がっているところはまっすぐにします。外側のところが少し曲がっていたのでまっすぐにします。まっすぐにするときにあまり切りすぎないように気をつけてください。失敗した場合はじゃがいもを縦にして切ってからもう一度初めからやり直してください。これを使って何を作るかはこれから皆さんにお見せしたいと思います。それではスタンプを紙の上に押していきたいと思います。今回の絵の具の色は赤と緑です。それでは緑を使って星のスタンプの上に色を塗っていきます。水彩絵の具を使う方は塗るときにしっかり絵の具がスタンプの上に乗っていることを確認してから押すようにしてください。筆をしっかり絵の具の中で回して色が強くつくようにします。それでは星の中全体をまんべんなく色を塗っていきます。それでは試してみましょう。こちらの紙の上に押してみたいと思います。少し失敗しました。このような場合は星が少し曲がっていると綺麗に押せないところがあります。左側のところが少しへこんでいるので紙全体にスタンプを押すことができませんでした。もう一度絵の具を塗り直します。もう一度試してみます。絵の具を少したくさん塗ったので少しだけ上手に押すことができました。左側の星も少し面白い形になっています。綺麗な星の形を押したい方はしっかり絵の具を塗ってください。もう一度絵の具を塗って試してみたいと思います。こちらは上手に押すことができました。いろいろなところにこのように押すことができます。ぜひ上手にスタンプを押せるように試してみてください。紙の上やペーパーナプキンの上などに押してみても面白いです。皆さんの中にジャガイモのスタンプを作ったことがいらっしゃると思います。ぜひ
その時にどのような模様を作ったか下のコメント欄に書いてみてください。それでは2つ目のスタンプを試してみましょう。次は赤です。こちらの右側には赤をこのように塗っていきます。先ほど使った緑の筆と同じ筆で赤を塗ったので少し色が混ざっています。それぞれ4本の線の上に色を塗ったら押していきます。これで横に並べてスタンプを押していきます。こちらの線の幅は今回作ったのは少し広めになっていますが、皆さんのお好みでもう少し狭くすることもできます。色が薄くなってきたらまた絵の具を塗って押していきます。お好みで線の向きを縦にしたり横にしたりして押していってみてください。アイデア次第でいろいろなスタンプを作ることができます。今回はこちらの模様をご紹介しましたが、皆さんのお好みで他にも綺麗で楽しい模様を作ることができます。インターネットなどで綺麗な絵などを見つけたら、そちらを印刷してジャガイモの上に貼って、後でその形に沿って切り抜くと綺麗な模様を作ることができます。ぜひお気に入りの模様を見つけてみてください。今回は緑と赤が混ざった色になっていますが、色も皆さんのお好みでいろいろなものを作ることができます。同じスタンプで色を変えたい場合は、じゃがいもを洗って最初に塗った色を落として2色目を使ってください。いかがでしたでしょうか。今回のアイデアを気に入っていただけたら、ぜひいいねを押してください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。